い絵だな。すごいはい、須崎選手です。はい、よろしくお願いします。キラキラしてます。はい、全世界が注目している、50キロ級でしたっけ、女子レスリングの、現チャンピオンですよね。楽しみですね、東京オリンピックで金を取っていただけることはもう、確実ということに期待してどうですか、どんな心境ですかね、オリンピック6週間前。そうですね、オリンピックも本当に近づいてきて、やっぱりなんか小さい頃からの憧れの舞台なので、うん、やっぱり楽しみ、ワクワクする気持ちが大きいですね。キョッキョしてますよね。あんま緊張とか、さっきちょうどあの監督ともお話しさせていただいて、はい、どうですか、足の話しない、緊張してますか。いや、彼女は取りますから。まあでもなんせ今回ですね、佐々木さんが、ちょ検索していらっしゃってくれたんですよね。それはどういうあれで検索してくれたんですか。そうですね、自分自身すごい和菓子が好きで、なるほど、はい、試合前とかよく和菓子を食べるんですけど、その時に和菓子とかで調べてたら、うん、染野屋さんを見つけて、和菓子で来ました、大豆もやっていらっしゃってみたいな、すごく魅力的に感じて、なるほど、はい、和菓子プラスの大豆ミートとか、うん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 、そういったなんかヘルシー志向のこともやっていたので、うんうんうん、減量とかが多いレスリング選手にとっては、ね、非常にすごい興味深くて、なるほど、ね、ご連絡させていただきました。いや嬉しいですよね。まあでも地元的にもね、松戸でいらっしゃる、はい、我々砦で同じ常磐エリアみたいなのも、なんか母が、染め屋さんの販売者を見かけたって、あ、本当ですか。はい、この前見かけた、はい、あの辺もめちゃめちゃ走り回ってますんで、そんな須崎さんですね、まあ、早稲田大学の今後のね、商品開発であるとか、まあ、いろいろ活動費のね、もう部員の方が、まあ、自ら一緒にこう稼ぐという活動をされていて、なんでだって彼女はもうね、オリンピック日本代表ですから、そんな子がそういう姿勢でいらっしゃって、で噂でね、やっぱレスリングの方がって聞くと、まあ、どんなすごい、なんですかね、強そうな子なのかなって。見たらオフィスで見たら本当非常に可愛らしい女の子ですけど、まあ、今日でもやっぱスポーツの格好するとすごいですね。やる感覚でね。今年度から早稲田大学自体がその、強化費がやっぱ削減されてしまって、そういった部費を補うためにこのような活動を始めさせていただいたっていう形になります、うん、なるほどね、はい、これはアイデアとしてはどういう感じで決まってたんですか、やろうみたいな。そうですね、監督が、うんうん、主となって、うんうん、ビンたちにそういった社会に出ても、うん、役立つスキルというのを教えてくださって。なるほどですね、はい、レスリングだけじゃないんですね。そうですね、レスリングだけじゃなくて社会でも生きていく力を、まあ、自分それを提案された時というか、ミーティングがあった時どんな印象でした。そうですね、なんか自分にもできるのかなっていう、うん、不安とかはあったんですけど、うん、でもやっぱ挑戦してみたいなっていう気持ちがすごくあって、うん、なるほどね、はい、チャレンジャーですよね。はい、なるほど。